今日は中間考査の2日目。ふう、やっと終わったよ。あれは一番だったのか。おう、ミステイク。私も間違えました。ミステイクは間違いだろ？なんでこいつは2回も間違ったと言ってるのだ？あれはカイドウさんとアイナだ。あの2人仲良かったんだ。二人ともテストはうまくいったの？ああ、さっきやったテストの答え合わせをしていたところなんだ。すぐにチェックすれば記憶に残ります。今時こんなポテポテの片言日本語を使うなんて。まあこの片言日本語は一種の記号みたいなものですからね。国史上の二人とも偉いな。あ、そうだ、よかったら僕も混ぜてよ。ああ、もう終わって帰るところだったんだ。え？そうなんだ。だね。これって避けられてる感じなのかな。確かにこの二人とは特に仲いいってわけじゃないけど。あ、やっぱいいや。そういえば僕今日は早く帰らなきゃいけないんだった。ああ、気をつけて帰れよ。グッバイ。ちょっとテンション落ちたな。でもそれが今の僕のポジションってことかな。いるんですね、主人公さんは。クックック、人間の行動など我にはどうでもいいことだが、この男は哀れだな。なんか心が折れていた。これから頑張って仲良くなっていこう。ああ、国語の授業ってなんだか妙に眠くなっちゃうよね。わざわざ昼休みの後にするなんて余計眠くなるよ。はい、今の続き読んで。え？はい。ぼーっとしてて全然聞いてなかったよ。どこからだ？32ページ目の4行目。あ、ここね、ここ。決勝戦は素晴らしい試合になるはずでした。誰もがそう思っていたのです。はい、次は永田。はい。危なかった。ありがとう、藤林さん。ちゃんと起きてたらダメだよ。今ちょっとノート見えたけど、すごく丁寧な字でびっしりメモしてあったぞ。藤林さんは本当に真面目ですごいな。頭がいい上に努力までされたら叶わないよ。ほら、あまり隣の藤林ばっかり見てるんじゃない。どうせなら教科書を見てくれ。あ、それは恥ずかしいな。ああ、教師の中には生徒を出しに笑いを取ろうとする輩がいるからな。リコなら当然周知プレイってことで楽しんじゃいますけどね。お前はと言っても最近はこんな風に授業に出ることもありませんから機会はないですけどね。クラスメイトたちにも笑われてしまったし、先生勘弁してくださいよ。もう栗林さんの方を見られないな。今日は体育祭、頑張って少しでもかっこよくできたらいいな。開会式も終わったし、競技が始まるまでは待機。ああ、栗林さん、今日はすごくいい天気ね。雨が降らなくてよかったね。うん、まさに体育祭日和って感じだね。てるてる坊主吊るしておいてよかった。てるてる坊主、藤林さん、そんなことしてたの？もう、笑わないでよ。私、体育祭すごく楽しみにしてたんだもの。もしかして、遠足とかの時も？どうしてわかったの？もう、笑わないでったら。なんだか恥ずかしくなってきちゃった。じゃあ、今日晴れたのは、藤林さんが吊るしたてるてる坊主のおかげかもね。そうだったら素敵ね。友達が呼んでいるみたい。それじゃあまた後でね。うん、またね。まさか藤林さんが高校生にもなってそんなことをしてたとは。でもなんだか可愛いな。マサル。ああ、マサル、おはよう。いやー、女子にかっこいいところを見せられる素晴らしい行事がやってきたな。学校行事を見る目が歪んでるな。いや、結構大事だろ。日々の努力も試されるってことだし。そりゃそうかもしれないけどさ。俺なんかほら、学級対抗リレーに選抜されたからさ。すげえな。
選抜って立候補しただけじゃないか。なんだそれ。自分の見せ場は自分で作る。はいはい。そうそう、学級対抗リレーには藤林さんも出場するぜ。そういえばそうだったね。ちゃんと応援するんだぞ。うん、分かってるって。マサルは適当に応援するとして、藤林さんはいっぱい応援しなきゃね。あ、僕の出場する種目だ。そろそろスタンバイしなきゃ。おや？あ、あそこにいるのは長津さんだ。でもなんだか具合が悪そうだ。どうしたんだろう。長津さん大丈夫？調子が悪いなら救護室に行きなよ。これは私の体調管理ミス。競技には出る。どんなこと言ったって。問題はない。彼女の意志は固そうだな。そうだ、これから 100m 走があるんだけど、僕が1位を取ったら救護室へ行ってくれる。何を言ってるんだこいつは。言っている意味もよくわからない。だから僕は長瀬さんにちゃんと休んでほしいわけで。承知した。その代わり1位じゃなかったその時はもう私に構わない。やべえ。うん、分かったよ。何約束してんだよ。よし、長津さんのためにも絶対に1位を取るぞ。バーカバーカ。位置について、よーい。よし、スタートはうまくいった。このまま逃げ切れば。あれあれれれれ、急に体が重く、あー抜かされていく。ゴール。はあはあはあ、よ、4位。長津さんごめん。ちょっと何負けてるのよ小高。ほんと情けないんだから。1年の時にちゃんとステータスを上げておかなかったからな。これでユキコが休まないで倒れちゃったりしたらどうするのよ。自己管理もできない奴のことなど知ったことか。謝る必要はない。でも体調を気にしてくれたことには感謝してる。でも私の体は私自身が一番よく知っているから。永田さん、もう行くから。あ、待って、永田さん。フラフラしたまま行っちゃった。永田さんルート消滅。ふう、体育祭も折り返しって感じだな。藤林さん、そんなに慌ててどうしたの。借り物競争に出てて。借り物競争ってことは今競技中。そうなんだけど、ちょっと手伝ってほしくて。うん、いいよ。とにかく一緒に来てくれる。え、行ったらいいの。お願い、早く。あ、ちょっと藤林さん。スイープやった。一着。わけがわからないままゴールまで来てしまった。しまった。何が言いたいのだ主人公は。文字だって島多いですね、このゲーム。早々にアップデートした方が良さそうです。おかげで助かったわ、ありがとう。え、あ、うん、お役に立てて何より。どうしたの。いや、その手が。え、手いつまで繋いでるのかなって思って。ごめんなさい。いや、僕は構わないけど、むしろ繋いだままでいてもよかったな。私慌ててたから強く握っちゃったかも。痛くなかった。うん、大丈夫。ちょうどよかったよ。そう、とにかく本当にありがとう、助かったわ。それじゃあ私、次の競技の準備があるから。行っちゃった。そういえば借り物競争って紙にはなんて書いてあったんだろう。確かに。体育祭も終盤、あとは学級対抗選抜リレーのみ。大変。え、どうしたの藤林さん、そんなに慌てて。鈴木くんは。え、マサルがどうかしたの。お昼食べた後でお腹が痛くなったらしくて、救護室とトイレから動けないの。
まさか食中毒？いいえ、お昼ご飯を食べ過ぎちゃったそうよ。バカ野郎！アホだ。マサルが腹を壊しただって？お見舞いに行かないとダメだろう。なんでマサルのところに行くって選択肢が出ないんだ。小高先輩、これは女の子と仲良くするゲームですよ。重傷じゃなくてよかったよ。あれでもマサルって確か学級対抗選抜リレーに出るんじゃなかったっけ。そうなの。だから一人足りなくなっちゃって。え、鈴木くんの代わりに出てくれない？マジで？僕が？お願い。それは構わないけど、僕なんかでいいの？もちろん。分かってよ、栗林さんに頼まれたら断れないからね。なあ、リレーなんていいから、マサルのお見舞いに行こうぜ。あんたは少し黙ってなさいよ。ありがとう。まさかこんな形で学級対抗選抜リレーに出ることになるなんて。これより最終種目、学級対抗選抜リレーを行います。選手の皆さんは机の位置についてください。あ、始まっちゃう、急いで。とうとう始まってしまったぞ。っていうかマサルのやつアンカーだったのか。緊張するな。僕の方までお腹痛くなってきたよ。お、あいつ早いな。え、誰？今走っているのはカイドウさんか。カイドウさん、現在の順位は2位。そろそろ出番だ、スタンバイしてくれ。次の走者は藤林さんか。ってことは僕は藤林さんからバトンを受け取るってこと？あかり、頼んだぞ。任せて。今藤林さんがバトンを受け取った。あかり、行け！ぐんぐんスピードが上がってる、速い！うわー！浮いた！すごい、藤林さんが1位に躍り出た。藤林さん！お願い！わし、よし、うまくバトンを受け取ったぞ。あとは全力で走るのみ。頑張ってー！そう、息が苦しい、まずい、追いつかれる！ダメだ、抜かれた！あらまあ、惨めですこと。ひどい。まったく、本当に惨めだな。おじいちゃんが情けないのだ。これはステータスが。嘆くことはありませぬ。兄貴の素晴らしさは私が存じておりますゆえ。なんだこの言いたたまれない感じは。はあ、はあ、なんとか2位だった。お疲れ様。せっかく藤林さんが抜いてくれたのにごめんね。気にしないで、練習だってしてなかったんだしね。それに2位だって立派な成績よ。そうは言ってもやっぱり懐けないな。こんなことならもっと体を鍛えておくんだった。こうして僕の高校2年の体育祭は幕を閉じた。